安倍総理大臣は今日、特定警戒都道府県の5つの県を含む39県を対象に緊急事態宣言を解除すると表明しましたこれを受け、井戸知事は1週間の平均で新規感染者が5人以下、かつ重症患者の空きベッド数が40床以上を1週間連続で満たした場合 一部の休業要請を解除する方針を示しました対象は大阪府と同様百貨店やショッピングセンターなどでライブハウスや接待を伴う飲食店は対象外ですまた居酒屋については大阪府と足並みを揃え営業時間を伸ばす方向です早ければ 16日にも休業要請を一部解除する方針ですまた、今日は集団感染が発生した神戸市立医療センター中央市民病院の40代の男性医師が新型コロナウイルスに感染していたことが分かりましたこの医師は先月下旬から感染症の重症患者を受け入れる病棟で勤務していたということです